や。こんにちは。えい。おお。中村克実選手です。じゃあ、はじめまして、中村克実です。克実選手とか言ってますけど、もう親友です。親友の克実くんです。そうね、よくね、会ってもね。そう、なんだっけ、 100m 自由形の日本記録を持ってます。ガチじゃん。ガチだった、ガチ。そうで、もともとね、オリンピック終わった後ぐらいにちょっと知り合って、まあ、そっからね、もう毎週のように遊んでる仲なんですけど。どうやって知り合ったの？きっかけは、ミッツさん。ミッツさんか。そう、ミッツさんが紹介してくれて。好きそう。好きそう、ミッツさん。ミッツさんは、上半身で戦う人結構好きだから。確かに、専門分野ですからね。そう、格闘家と、もう、水泳選手。水泳のね。そう。だから、そっからね、仲良くなって、もう本当に毎週遊んでる仲なんですけど。斉藤くんタイプでしょ。いや、いいっすね。怖いね。大きい、すごい。斉藤くん、マジだよ。え？あ、いいっすね。斉藤君、今日気合入りすぎじゃない？はい。何その格好は。斉藤君。ダメだ。ちょっと、はい、これ持ってるでしょ、ちょっと。なんか入れてるんだ、これ。なんか入れてるんだ、これ。でかいっすよ、ちょっと。やめてください。はい。でも、カイさんたちそんな大きくないっすね。確かに。ちょ、これ、ちょっとこれのは、あれ、水気がピチってしやがった。大きくないっすね、じゃあ。斉藤君、なんか、会いたかったです。はい。でも、体がすごくて、やっぱり。体がすごく胸も、もう本当に、広いじゃないですか、ここ。いいですか？最高っすね。もう、競泳界の、王子様でしたっけ？いやいやいや、やめろ。競泳界のイケメンですから。プリンスですよね、プリンスですからね。俺、それ、なんて言い始めちゃうよ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しい。